はい、こんにちは、レトスの小野です。それでは12月27日の3問に入ります。 A が所有する高建物に塀を設置するために B に塀の設置を請け負わせた。その後 A は高建物を C に賃借し、 C が占有しているときに工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者 D に怪我をさせてしまった。この時 A は損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、 D に対する損害賠償責任を免れることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。まず問題文はどういう状況かというと、 A が所有する高建物があって、これに塀を設置しようとしてるんですよね。まあ、A さんが塀を設置しようとしていて、 B に塀の設置を任せたんですね。つまり B が請負業者っていうイメージです。で、 A は高建物を C に貸したんですね。つまり C が賃借人です。で、この建物は現状 C が占有してます。 C が使ってます。で、この工事の瑕疵っていうのは塀の工事ですね。塀の工事について、不具合があったと。つまり工事業者 B に責任はあるんですけども、それが原因で塀が崩れて第三者 D に怪我をさせてしまった。つまり D は被害者ですね。この時 A っていうのは高建物の所有者ですね。は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたら、D に対して、被害者に対して損害賠償責任を免れることができる、丸か×かという問題なんですけども、所有者 A っていうのは、注意をしていたとしても、損害賠償責任免れることはできないんですね。だから、誤りです。状況を図にするとこんな感じですね。高建物の所有者が A さんで、これを、C に貸してるから、C が占有者ですね。で、塀があるんですけども、この塀っていうのは、A が請負業者 B に任せて、B が工事をしたと。で、工事をしたはいいけれども、その工事に瑕疵があった。つまり、B がちゃんと工事してなかったんですね。で、その結果、塀が崩れて、D さん、損害を被ったという状況です。この時、質問されている内容は、A さんが注意していたら、A は損害賠償責任を免れることができるかなんですけども、これは免れることできないんですね。だから結論としてはもう×で決定してるんですけれども、これ考える上で、まず一番最初に考えるのは、C さんなんですよ。C さんがまず必要な注意をしているかどうかなんですね。で、必要な注意をしていたら、C さんは損害賠償責任は免れます。で、免れた結果どうなるかっていうと、A さんが責任を負う形になるんですね。つまり A さんが最終的には尻拭いしなければいけないという形になります。A さんが D さんに損害賠償をした後の話なんですけども、そもそも、この塀の設置について、この設置の工事ですね。これに瑕疵があったわけなので、D さんが結局は悪いんですよ。それを A さんがとりあえずは賠償したわけなので、A さんは B さんに対して、求償することは可能です。つまり、返してくださいねというふうに請求することは可能ですよってことですね。ここまでは質問されていないんですけども、そこまで合わせて覚えておきましょう。またですね、この問題、ちょっと考えるべきところがすごくたくさんあってですね、この無料の動画ではここまでしかちょっとお伝えできません。で、個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガをご確認ください。考え方を1からですね、並べて解説してますので、その順に頭に入れていただければと思います。それでもう工作物責任っていうのは、ほとんどもう定数取れますので、それで OK です。で、問2ですね。営業保証金の還付が行われ、高県知事から営業保証金の不足額を供託する旨の通知を受けた場合、A は通知を受けた日から1週間以内に供託し、供託した日から2週間以内に高県知事に届け出をした場合、宅建業法違反となる丸か×かという問題です。で、答えは、これは宅建業法違反になりませんので×ですね。営業保証金の不足額は、免許経営者から供託すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に供託し、供託した日から2週間以内にその旨を免許経営者に届け出なければなりません。で、今回の問題っていうのは、1週間以内に供託しているので、これ宅建業法違反にならないんですね。これ単に数字を覚えている方っていうのは、これ2週間だから誤りって思った方もいると思うんですよ。
つまり問題文は1週間になっているから誤りだってことですよね。そのやり方をしていると、まあ、今回はね、×と答えられたかもしれないんですけれども、いろんな問題出された時に引っかかっちゃいますよ。単に数字を覚えているだけだと。今回、ルールとしては2週間以内に供託しなさいっていう話で、今回1週間以内に供託したから、違反にはならないって話なんですよ。そこちゃんと理解してほしいんですよ。そこを理解してない方が意外と多いんです。単に2週間じゃなくて1週間になっているから×だって答えている人って意外と多いんですけども、それやっちゃうと、この問題は正解しても違った問題で引っかかっちゃいます。しっかり流れをですね、頭に入れておくってことが理解学習なんですね。まあ、細かいことを個別で覚えるんじゃなくて、流れ、ストーリーとして覚えていく。で、これが重要なんですね。で、何を覚えるかよりも、どのように勉強していくかの方が、ずっと重要なんですね。なので、まあ、個別指導では、まあ、そういった内容をお伝えをしております。まあ、今回のカンプの流れについても動画でですね、お伝えしておりますので、個別指導の受講さんは、個別指導のメルマガからそちら、ご確認いただければと思います。で、問3ですね、農地法です。会社の代表者が、その会社の業務に関し、農地法の規定に違反して、転用行為をした場合、その代表者が罰せられるのみならず、その会社も1億円以下の罰金刑が課せられる。丸か罰かという問題です。で、答えは丸ですね。法人の代表者、その他従業員が、その法人の業務や財産に関し、4条許可、5条許可、原状回復命令等に違反した場合、行為者に対しては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に、処せられます。一方、法人に対しては1億円以下の罰金刑が課せられるんですね。つまりこれってどちらも課せられるんですよ。行為者に対しても課せられるし、法人に対しても課せられる。こういったのを両罰規定って言います。なので、今回の問題は丸だということですね。で、勉強進める中でなんですけども、この法律用語どういう意味だっけ？そして調べてもなんかしっくりこないなとか、そういったことってありませんか？もちろん調べるっていう方法あるんですけども、実はそれ以外にも方法があるんですね。で、それについては個別指導の特典である、究極の宅建合格勉強法。まあ、こちらをですね、無料でプレゼントしているんですけども、こちらの、テキストの21ページに記載されている内容があるんですね。その方法を使うと、法律用語、調べなくても理解できる場合があるんですよ。なので、もし個別指導、受講している方は、こちらのテキスト21ページですね。ぜひご確認いただければと思います。まだ個別指導を受講していない方は、ぜひですね、こういった特典もありますので、ぜひ受講していただければと思います。やはり、宅建合格するためには、短期間で実力を上げるってことがすごく重要なんですね。徐々に点数上げていくって、なかなか根気がいりますよね。早い段階で実力を上げた方のが、集中も切れないですし、効率がいいんですよね。なんでぜひですね、短期間で合格したいと、合格するための力をつけたいという方は、個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。また個別指導の内容については、動画終わった後にこの真ん中にですね、動画のリンク貼っておきますので、そちらご確認いただければと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。